今回は袴田事件の最新開始から現在までについて見ていきたいと思います。1981年に初めて袴田巌さんの弁護団は再審請求を申し立てましたが、静岡地裁により棄却されてしまいましたが、時が経過して2008年3月に最高裁でも棄却されました。しかしその翌月に弁護団が2度目の再審請求を申し立てると、2011年8月に犯人が着ていたという5点の衣類の血痕の DNA 型を再鑑定したところ、袴田巌さんの DNA と一致しなかったことが判明しました。これを受けて袴田巌さんを犯人たらしめる最大の物的証拠に信憑性がなくなったことから、2014年3月27日に静岡地裁は再審開始を決定しました。この時の裁判長は、警察と裏でつながっているなどはなかったようで、証拠捏造の疑いがあると警察に対して強い不信感を示して批判しました。袴田巌さんの死刑執行の停止と拘留を解いて釈放するなど異例の措置を下し、袴田巌さんは48年ぶりに東京拘置所から釈放され、姉秀子さんのいる自宅に戻りました。この寛大な恩情を示した裁判長は、袴田巌さんを釈放したことについてこのように語っています。拘置をこれ以上継続することはこらえがたいほど正義に反する状況にあると言わざるを得ない。晴れて釈放された袴田巌さんはしばらく拘禁症状に苦しんでいましたが、2014年4月6日には東京都大田区にある総合体育館で世界ボクシング評議会から認定名誉王者のチャンピオンベルトが贈られました。生きて国家と戦い続けてきた袴田巌さんは、まさにボクサーらしい不屈の闘志の持ち主であり、それを世界が認めたということになります。2014年3月27日に、再審が認められて袴田巌さんは、実に48年ぶり釈放されましたが、姉の秀子さんは外国からの記者団に記者会見を開き、袴田巌さんが拘禁症で苦しんでいることを伝えました。袴田巌さんの48年という半世紀近くも人生を奪われたことで、生きるために袴田巌さんは自らの殻にこもって自分を守り続けてきました。姉の秀子さんによれば、袴田巌さんは釈放されてからしばらくはおかしな言動を繰り返していたようで、秀子さんも認識できていない様子だったようです。袴田巌さんは不運にも凶悪殺人事件の犯人扱いをされてしまったことで、人格崩壊を起こしかけていた様子が世間に冤罪の残酷さをまざまざと見せつけました。しかし袴田巌さんは長い獄中生活から糖尿病も患っているようで、治療が続けられているようです。また冤罪の場合、真犯人は約半世紀もの間普通の暮らしをしていたことになりますので、誰なのかというところが重要となってきます。袴田事件で唯一生き残りとなったのは当時19歳の長女橋本雅子さんだけでしたが、家族との関係や自殺の日付などから限りなく真犯人の可能性が高いと言われています。会社の専務で父親は女遊びが激しく人格的な問題が多かったことから、事件後に周囲の人物は殺されてもおかしくないと証言されていました。袴田事件が起きた当時、家にいなかった長女はたまたま外出していたわけではなく、一家から勘当されて追い出された身の上にありました。殺害現場からは金銭目当て以外にも明らかに怨恨絡みであることをうかがわせる状況だったことが分かっています。まず一家4人の死亡状況ですが、母親と次女の遺体の損壊具合はひどく、母親は体の他にも顔面も刺されていました。特に次女は顔面を何度も何度もめった刺しにされ、遺体を2度も焼いた跡があるなど激しい憎悪が感じられます。そして次女の遺体の下には袴田さんから買ってもらったビートルズのコンサートのチケットがあったそうです。そのコンサートを数日後に控え、両親からその時に着ていく綺麗な服や靴を両親に買ってもらったそうです。当時の次女と長男の家庭教師によると、長女は一人だけ家族にのけものにされていたそうで、事件の引き金はこの辺りにあってもおかしくはありません。事件の真相を知っていると思われる被害者家族の長女橋本雅子さんが2014年3月28日の午後6時頃に亡くなっているのが自宅で発見されました。
享年67歳で自殺だと見られており、くしくもこの日の前日は袴田巌さんが48年の獄中生活を経て釈放された翌日でした。橋本雅子さんは真犯人であることから、袴田巌さんの動向をずっと観察しており、釈放されたことから自分に嫌疑が及ぶ可能性があると感じて自殺したのではないかとも言われています。そして2018年6月11日に東京高裁は、秀子さんら弁護団の DNA 型鑑定が信憑性に問題があるとして静岡地裁の再審決定を覆して棄却しました。袴田巌さんの死刑及び拘置の執行停止は、本人の年齢や生活状況、健康状態などを考慮し維持したままとなりますが、弁護側が再審請求棄却の決定を不服として最高裁判所に特別抗告しました。その後、最高裁判所は2020年12月に再審請求を棄却した東京高裁決定には審理を尽くさなかった違法があるとして、この取り消し審理を差し戻しています。最高裁は3年前の2020年、衣類についた血痕の DNA 鑑定について、 DNA が残っていたとしても極めて微量で、性質が変化したり劣化したりしている可能性が高い、鑑定には非常に困難な状況で証拠価値があるとは言えないとして、弁護側の主張を退けました。その一方で、血痕の色の変化について、1年余り味噌に漬け込まれた血痕に赤みが残る可能性があるのか、化学反応の影響に関する専門的な知見に基づいて審理が尽くされていないと指摘し、再審を認めなかった東京高裁の決定を取り消し、もう一度高裁で審理するよう命じました。2020年の最高裁の決定を受けて、争点は事件後に発見された衣類についた血痕の色の変化に絞られ、弁護側と検察側は実験を行うなどして科学的な見解をもとに主張を展開してきました。そして東京高裁は2023年3月13日に袴田事件の再審を認める決定をしました。東京高裁の大前分南裁判長は、衣類を第三者が味噌漬けにした捏造の可能性も指摘しています。その後、検察側は最高裁への特別抗告を断念しており、静岡地裁でやり直しの裁判が開かれることが決まりました。袴田事件も事件から57年が経ち、袴田巌さんに無罪判決が言い渡される公算が極めて大きくなりました。再審開始決定の知らせを受けた秀子さんは、散歩から帰ってきた巌さんに、再審開始になったよと説明したそうですが、分かっているのかいないのか、反応は鈍かったと言います。この時、袴田巌さんは87歳、秀子さんは90歳。秀子さんは、年で言えばいつ何があっても覚悟しているけど、再審開始を見届けなければ死ぬにも死ねない。死刑囚ではなくなったよって伝えてやりたいと語っていました。しかし、去年の夏頃からは長く歩くことが難しくなり、支援者の車で外に出かけることを望むようになったということです。また、糖尿病を患っていて、日常生活では介助が必要な場面もあるということです。そんな中、犯人のものとされた通称5点の衣類について検察側は、専門家の意見を聞くなど有罪立証に向けた追加の捜査を行った上で、今年7月10日、再審で有罪立証することを決めました。一方、弁護団は検察の有罪立証について時間稼ぎに過ぎないとしていて強く非難していますが、検察側の方針が明らかになったことで再審は長期化する公算が大きくなりました。ここまで長期化した裁判が収束を迎えたかに思えましたが、これからも続いており、当事者の年齢もかなり高齢になってきているが、一体どのような結末になるのか注目していきたいです。また検察側が立証できなかった場合の在り方についても気になるところです。